ということで、これから一番最初にできた EC に下手物を求めて行っていきたいと思います。鳥居みたいな、なんていうの、中華街でよく見るやつ。到着。ここです。やばさはそんなにまだない。お、犬なんかね、すっぽんがあるらしいんだよね。これもろ鳥だもんな。あれ、これだけなの？あっちもあるってことかな、見ててね。おー、普通。あれ、普通。普通。あれ、マジ。猫。すっぽんだ。すっぽんはあったよ。すっぽん。ちょっと先行ってみるかも。値段が不明。あ、おじゃん？ヘビ。おじゃん？ヘビ。これ食べない？これ。ヘビ。これをメニューをね、まず見てほしい。はい、これはまあ普通にヘビ。これ何？ヘビ。そしてこれはお母さんに禁止されたネズミ。どこだっけ、ネズミ。あとはハトも頼めました。これだ、お母さんに禁止されたネズミ。結構お骨があるんだね、すっぽんって。ここのなんか、なんだこれ、ここのパーツめっちゃ美味しい。お肉って感じ。肝とかなのかな。お手って美味しい。癖が全然ない。あとマジ日本食べ高いから。すっぽんは普通に美味しいでした。ヘビでございます。ヘビ、弾力ありそうなお肉。食感こっち系じゃない？あ、美味しい。うん、美味しい。確かにでも味付けで結構だいぶごまかされる感じはあるけど、臭みはそんなにない。近所屋さんでもヘビはなかった気がする。これはハト。わーい。ハトはマジでうまい。嬉しいんだ、ハト食べられるの。ハトはね、普通に美味しいから食べてほしい。これはケンタッキーの黒いとこの部分の味がする。ハト、いただきます。あ、ハトだ。なんか前さ、新宿で食べたハトはめっちゃケンタッキーの黒いとこの味がした。ハトはね、美味しいし、普通にやっぱ真珠で食べたやつめっちゃうまい。数倍うまい。爆弾美味しい。これあれでしょ、アンジェリーナに言った方法と一緒でしょ、これ中華だからみたいな。そこは普通に美味しくて、ヘビは普通に美味しくて、ハトも普通に美味しかった。スッポンはコラーゲンって感じ。ハトはね、日本で食べるよりめっちゃ美味しかったです。ね、なんか裏の方から来たからあれだけど、これ開けてる。いや、でも結構バイク走ってますね。美味しかった。満足じゃ。要は満足じゃ。18金買っちゃいけないよって書いてる。やっぱアングラですね、この街は。
こっちの人シャイだって聞いた。あ、香港がシャイなのか。めっちゃ大人のおもちゃよ。めっちゃ大人のおもちゃよ。これあれじゃ日本のアニメだ。うん、日本のやつだよ。オトンデマンドだ。